地震発生後、液状化の影響で道路に亀裂が入り、泥水が噴き出していた新潟市西区寺尾朝日通り。液状化の被害が大きかったこの道路のすぐ目の前にあるホテル、こちらのホテルも大きな影響を受けています。周囲が液状化していく様子が設置した防犯カメラに記録されていたのはホテル寺尾です。建物全体が傾くとか地盤がこんなに割れるとかなんてのは思ってもいませんでした。本当に予想外でした。液状化の影響で本館と2つの別館が傾いてしまいました。倒壊などの恐れがないかなどを確認する応急危険度判定の結果は要注意の黄色で、新潟市から営業は認められていますが、理由は聞きませんでしたけども、キャンセルとかね、ビジネスの長期滞在などで利用する人も多いホテル寺尾ですが、今月4日の営業再開後、宿泊のキャンセルが5件ほどあったほか、お客様がもっと泊まりたいと思っていたんですけども、建物が傾いて気分が悪くなるのでっていうふうに言われました。実際に館内を案内してもらうと、もう段差できてますし、こけそうになりますよね。こちらの段差はもともとないです。なかったです。床に加え扉も、壁にあれがあって、でここ今もうあれです、喫煙室もうね、今もう開かない状態ですね。中でも大きな被害を受けたというのが食堂です。これはでも確かにこの椅子と机も曲がってますね。傾きを確認するためにビー玉を置いてみると、うわー、転がる転がる、勢いよく転がっていきました。別館の廊下でも傾きが確認され、勝島代表からも思わず不安の声が漏れます。これはどうしよう、いやいや、ちょっと想像だにできなくなってきちゃった。どうしたらいいですかね。宿泊客に快適に利用してもらいたいと思う一方で、立て直すには莫大な費用がかかるため、このまま続けて行こうか、いやそれじゃあ新しくした方がいいんだろうか、でも翌日になったらまた気持ちは震えます。これから進んでいく被災地の復旧、適切な支援が求められます。